じまったってか。は、確かにな。あれから随分辛い旅を続けてるようだな。おめえ昔言ってたよな、自分で勝ち取る何かが欲しいってよ。それがどうだ、見つかったのかよ、その何かってのは。違う、俺はお前たちの高野団の恨みを。恨む？恨むだって？勘違いするな。それが大将のためとなればなおさらだ。確かに残酷な最後だったけど、あんな結末だったからこそ俺は信じたい。俺たちの生きた命に意味があったんだと。俺はグリフィスを恨んじゃいない。わかるか、おめえがまだ半端にあの世とこの世の間でズルズルと生き延びてる理由が。グリフィスにとっておめえの命がその程度の重さでしかないってこった。でなきゃおめえもこっち側にいるはずだからな。そのおめえが俺たちの恨みを晴らすだと。はあ、おこがましってんだよ。俺たちは腐っても鷹だ、鷹の団だ。本大将に刃を向けられて黙っている兵士はない。お前がグリフィスと戦うというのなら、よせ、やめろ。行くぜガッツ。どうなってんだ。いつかこんな日が来ると思ってたぜ。届くこともなく、ここで死ぬんだ。どうなってんだ、一体。ピピン、やめろ。よせ、やめろ。俺たちのために。さすがは元切り込み隊長だ。投げナイフお前に教えてやったろ。探していた何かに手が届くこともなく、ここで死ぬんだ。強い。この感触、幻じゃねえ。戦え。投げないで。
前に教えてやったろ。いつかこんな日が来ると思ってたぜ。俺たちの恨みを晴らすために戦ってるんじゃねえ。てめえ自身の恨みのために這いずり回ってるのさ。はあ、綺麗事言ってんじゃねえぜ。パック、だるぞ。え？来い。さない。一体何が。さあな、何にしてもゾッとしねえだろ。クワバラクワバラ、行くぞ。いいもんですね、こういうしんみりしたのも。いかにも旅って感じがしますよ。どこがだ、ろくでもない。寒いは空腹だわ。それじゃあやっぱり帰りますか。黒い剣士を諦めて。そのつもりはない。諦めるものか、黒い剣士。あの男に出会った時、私の見知った世界が音を立てて崩れ去った。あれ
れが本当の私だ。私は権力で飾り立てられた私ではなく、本当の自分と向き合いたい。権力に振りかざすことでしか自分を見出せなかったファルメーゼ様、黒い剣士に出会ってから変わってしまった。執拗に黒い剣士を追い求めている。まるで炎で雪を溶かそうとでもするように。